つ。リーダーから話は聞いてるよ。私の名前、砂漠の機械どもを退治してくれるって。じゃあ、ええ、ああ巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。はっ。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。いや、機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。
アクセスポイントに通信障害。なんで余計なものを身につけてる。昔人間が着ていたものに感じが似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。奴らの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだ、
見えない、怖い。あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。あれは怪盗、人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。お前たち。